泉が女性ベーシストで、女性のボーカルを入れたバンドをやっておりました。そこに早が加わって今のスタイルになったと記憶しています。当時まあ、自分たちが駆け出しの頃にエクスプロージョンで自分たちと同じような、まあ、音楽をやってるバンドがいっぱいいるっていう噂を聞いて、まあ、そこに出たいなっていうことで一度偵察に行ってるんですね。一度でなく何度かなんですけども、そのうちの一つがジュラシック・ジュエイドの前のバンドであるレベルパワーだったんですよ。もともとレベルパワーって多分83年とか4年に活動してたバンドだと思うんですよ。ちょうど僕がサクリファイスの前のブラッドラストっていうバンドやってた時にザードキエルとレベルパワーで多分、スカルスマッシュだったかヘビーメタルフォースかちょっと覚えてないんですけども、やってますね一回。レベルパワーっていうのは、まあ、ジーザスプリストのような音楽性を目指したバンドではあったんですけれども、そこにメンバーチェンジありまして、葉山が入ったことが一番大きかったと思うんですけれども、そこでまああとは、ショーノマシーとかああいったアルバムが、まあ、出回り始めた頃だったんで、そういった音楽性にバンドが変化していって、その時点でバンド名をジュラシック・ジェードというふうに改名してました。ジュラシック・ジェードになって僕たちが初めてサクリファイスでやったのって86年だと思うんですよ。プロジョンの藤沢さんに、プロジョンに入ってた時にちょうどトイレの脇に、ライブアットエクスプロジョンかな、ジュラシック・ジェードのそのシートが貼ってあって、これ何っていう話をし、このスレイヤーみたいなの何っていう話をしたら、ああこれジュラシック・ジェードっていうんだよって言って、それまで全くその場面について知らなかったんですよね。でそれで藤沢さんが、もともとレベルパワーっていうバンドやっててさっていう話した時に、あのレベルパワーっていう話をしたのは覚えてます。共通するお客さんもいてくれた、音楽性が似てたんでね。でまあお客さん盛り上がってるなって、ジュラシック盛り上げてくれてるなって思えば、まあ自分たちのライブもきっとこれは大成功になるなっていうんで、まあお互いこう刺激し合って、お客さんもお互いに盛り上げていってって感じで、まあ当時のシーンをすごい一緒になって支えたバンドなんじゃないかなって思ってますけどね。カスバーは僕たち、ブラッドラストともザードキルと全く違ってまして、でジュラシックも全くそのカスバーに近い印象だったと思います。それだけ演奏がかっちりしてるっていうんですかね、すごく、うまいバンドだなと思ったのと、あと歪さんの鏡よ鏡っていう曲のインパクトはすごかったと思います。女子ボーカルはたくさんいらして、たくさんいた中で、でライブハウスの意図というか思惑で、女性ボーカルの日みたいなね、女性ボーカル大会みたいのは当時からやってましたので、その中でこう組み合わせられるというか、ぶつけられるとやっぱりね、歌い上げる上手な人たちたくさんいたのでね、そうすると私なんか途中から潜りみたいなもんだから、そんな上手には歌えないって中で、なんか模索してたんですけど、まあリーダーのノブさんのご意見もあって、こんな歌でいいと思ってるのかってよくこう録音したテープを投げつけられたりしたので、腹いせに叫んでみました。そんな感じです。ジュラシック・ジェードと、私がやってたアークファインドというバンドが対バンした時がありまして、まあエクスプロージョン の, イベントの一環で、でその後イベントの後に、まあ、僕のやってたバンドが解散しまして、でその時に、まあ、解散しちゃったんで、まあ、次のイベントをお誘いあったんですけど、お断りしたと。ただその時にエクスプロージョンの社長さんから、まあ、ジュラシック・ジェードというバンドでギター探してるんで、よかったらやってみないかっていう、まあ、実はもう一つバンドあって、それが、まあ、カスバさんだったんですけど、カスバさんかジュラシック・ジェードさんでどっちかでギター探してるからやってみないかと言われて、でなぜか最初、羽鳥さんの方に電話かけたんですよ。ところが羽鳥さん電話出なかったんですよ。でその後ジュラシック・ジェードの長谷川さんに電話したら、
つながって、まあ、ギターちょっと探してるっていうんで、ちょっと自分今度行くんで試してくださいみたいな、でスタジオに行って、あ、じゃあ一緒にやりましょうみたいな話になりました。初めてスタジオに入った時に葉山とそのまま飲み行って、お互い10代だったんだけどそのまま飲み行って一晩明かして、まあやってみようよみたいな声をかけてくれて、よし俺も頑張ろうと思いました。何しろかっこいい二人で、腕もありましたし、いいものを作りたい時期だったですね。です、そこから今のジュラシックジャズ始まったと思います。人気もそれからなんていうんですかね、勢いも最もあった時だったように記憶しています。自信たっぷりにやってましたし、もう怖いものなしのような気持ちでいましたね。
かその辺から、まあ、ヘビーメタルっていうそういう動きが出てきて、でそれまでやってた日本のロックっていうのとなんかちょっと違うんじゃないかみたいな考えを、まあ、持ってきた方が一部あの、まあ、お客さんの中にもやってる側にもあって、シーンの状況って言ってもシーンがなかったんですよね。まずね、こういうスラッシュシーンだなんだっていう単語もない状態の時だったんで、どちらかというとまああのパンクとハードロックのいいとこ取りみたいなそういった流れで、あのより先鋭的な音楽を求める人たちが、あのそういう激しい音楽で、たまたまというかまあこう動きになって、でまあエクスプロージョンの社長さんもその辺理解があって、じゃあそういったイベントをどんどんやって激しい、まあ、ハードな音楽をやっていこうじゃないかっていうことで動きがこうなってきたんですよ。金曜日の晩にヘビメタルホースっていう企画が毎週あったんです。そこに出れるのが、まあ、かっこいいってことですかね。で俺らとか、ね、最初の頃のカスバとかみんなが集まってやるようになって、でプロジョンで盛り上がっててみたいな感じだったですね当時は、うん、割とジュラシック・ジェイドの曲自体がこうなんていうか無機質なもんだったり、あのすごいソリッドなんで、僕はどっちかっていうとそれにちょっと色をつけたかったんですよ。自分の色を出しちゃうっていうか、あのまあそういった意味でちょっとそこだけわがままを言わせてもらって、バンドのメンバーもその辺はこう温かい心で、あいいよいいよって言って、あのギターソロあの何でも好きなように弾きなさいみたいな感じで言われて、あのその辺はもうギターソロになると張り切って前に出てったようなあの気がしますね。
女子のボーカルで日本語でっていうのがこの手のラウドミュージックというか激しい中ではこう禁忌のように言われていた。よくその歌手のこと褒め彼女に褒められて、で私にはあの私だって書こうと思えば英語で書けるのよってよく言われましたよ。だけどあなたがいるから私はあえてやらないと、私は日本語で勝負するのよみたいなこと言われて、そうなんだって、まあそれぐらいしか思ってないんですけどね。でも実際その彼女の書くその詩の世界っていうのはものすごいやっぱ世界を持ってるんでね、彼女独特のものだと思うんで、まああれを英語で書かれちゃったらこっちも太刀打ちできないなと思ったんで、まあ英語で書かないでもらえてよかったなって気はしてますけどね。まああえてやそういう意味ではやっちゃろうと。だからそうだ、日本語でやってるとメジャーになれないとかね、そういう評価とか一つの視点があったので、いいんじゃないのやってみればと思ったのは確かですね。お前の中に隠れた才能を潰せ、隠れた才能を潰せ、そんな偽物を叩き潰せ、時代に初めて見たんですね、それがあの名古屋の芸音劇場という会場で、当時のサバトという三重県のバンドがもう企画をされてまして、そこにあの中学生だった僕はあのいつも自転車に乗って見に行ったりしてたんですけど、もうその時にジュラシックジェードまだあの5人で、まあ全員が白塗りしてる状態の時に、
見に行ってたんですけど、もうとにかく怖かったっていう印象ですね。当時はもう一番前でこう頭をこう振ってるのに、なんか殴られるんじゃないかとか食われるんじゃないかぐらいな、そんな勢いでもう見に行ってたっていう記憶があります。何回か人生の中で数回ノーメイクでやってみたことあるんですね、等身大の自分みたいに思って。だけど結局見に来てくれてる人たちがそんな普通の生身の私なんか見たいわけじゃなくって、その期待をね裏切るような、え、もうメイクしないんですかという言われるのは何人もそういうふうに言う人がいたので、あ、みんな白塗りをして化けた私、化け物のような歪みを見てみたいと思ってきてるんだなっていうのを思いましたし、あ、みんなの見たいものになりたいなと思ってるので思ったので続けてるっていうところですかね。で最近は楽しくなりましたね。最近はもうあれが私の素肌です、美白系の素肌ですと思っておりますので、引き続きやっていきたいなと思ってます。で歪みがメンバーに、当時いくつか誘いのあったメジャーレベルのデビューみたいなことを今はしないというような宣言があったんですね。で、バンドは相当勢いづいてましたし、厳しくもそのバンド内のルールもすごく厳しくて、それなりのこうなんていうんですか、成果みたいなものがないと苦しいような状態であったと思うんです。で、
そこでその宣言があったもんですから、それを最大の目標に多分、脱退した2人はしてたと思うので、非常に残念に思ったし挫折感を味わわせたんじゃないかと思います。で、歪み的には今ではないっていうような宣言だったように思うんですけど、そうは聞こえなかったのかもしれませんね。で、しばらく経って抜けたいというような話が出ましたので、それは私たちにとってもとても残念だし、見捨てられたような気持ちになったような記憶があります。離れていく、やめていくっていうのが本当はものすごく辛くて、無念だったので腹を立てていましたね。まあ、その辺のところがこっちもね、もうちょっとこう言葉にして、一緒にもっと一緒にやってほしいというふうにね表現できればよかったんだけど、まあ、そこは若気の至りということで、勢いに任せてこう怒ってましたね。ミュージシャンとしての技量も花もある2人が抜けた後に、それを誰かで埋めることは難しいように感じたんです。で、自分たちでやれることでそれをクリアした方がいいような気がしたんです。そしてベーシストも、当時坊やだった、ローディだった、キクは少々ギターが弾けるだけの少年だったんですけど、もう無理やりベーシストを教え込んでプレーさせたんです。ですから、なんていうんですかね、ごく近くの信じられる人間だけでバンドをやっていこうというようなところにシフトしたように思います。
そうですね、5話は、その見捨てられたような思いで、それはとっても悲しいことだったんですけども、悲しいことは怒りに変わりやすいんですね。で、怒りで表現した方が多分自分たちにとっても、それを乗り越えやすいと思いまして、もう怒りに満ちた5話アルバムで、その怒りがなぜか自分に向かって自分の体を傷つけてしまったんですね。で、大病したもんですから、で、それも、死を意識するような病気だったんです。で、それを乗り越えつつある時期、乗り越えてはいないんですけども、それを、受け入れた時期に、メンバーを探してはいなかったんですけども、スグルっていう人物が、自分から名乗り出てやりたいんだというのに言ってきたんです。ジュラシック・ジェイドのベースのランがなかったんです。それで私その時バンドやってなかったので、で勝手にそのオーディションを受けさせてくれというふうなハガキを出しました。それでスタジオで面接というか、まあ、話し合いやりまして、じゃあ次から来てくれと言われて、でその時はまだあの音合わせというかオーディションだと思ってたんですよ。でそしたらまた次、じゃあ練習は月水金ねって言われたんで、でいや月水金いつもオーディションかと思ってて、でまあでどうやら話を聞いてるうちに、その正式に、まあ、正式に採用というか、ベースとしてというふうには自分は判断しました。当時思ったのはバンドというよりその家族みたいに感じましたね。家族というか、例えばこういうところは悪いから直しなさい、こういうところはちょっと注意しなさいというふうに、例えば私生活においてもそういうふうなまあ、お叱りを受けてかなり勉強になりました。でそういう意味では多少まともな人間の方に上がったと思います。自分から手を挙げて言ってきたことを嬉しく思ったもんですから、彼を誘って次は本当の悲しみのアルバムですかを、誰かが殺した日々というのを作ったんです。当時の5話とか、誰かが殺した日々は理屈で作りかけてましたね。特に5話なんかそうだったと思いますね。こう初めにこう言いたいことと主眼とがあって、それをこう述べ立てるような歌の書き方をしてたと思いますね。遡って聞いて、まあ5話聞いてみて、まだまああの頃はスラッシュメタルな感じが強かったと思います。ただまあ今日も今朝聞いてきたんですけど、でもあんまり遊びっていうか、がそんなにないですかね、いい意味で。それからそれ以降の誰かがなるとまた新しいっていうか、ボーカルも、いろんな声を使い分けたってわけでもないかもしれないですけど、いろんな声で歌うようにもなったっていうのもあるし、あと音楽的にも、広がりを持って、まあそれも大きかったかもしれないですね。まあ、一辺倒じゃない自分にとっては、ね、受け入れられるような感じになったかもしれない。その2枚の歌詞はもうもろですか、もう親殺し子殺しあり、戦争、まあ、中国の問題、あとまあ日本の体制にも言及してるようなところだって、もう結構究極の表現じゃないですかね。ハードコア以上にハードコアありますね。これ言い切れますね。日本のハードコアって感じです。死んでくれよ、おい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 、金曜メンション対案者。We'll be right back.
これはスグルが抜けた後にベーシストを探してる時期なんですけれども、うん、そこでかつて喧嘩別れなような形になってる例に一度やってみないというのを声をかけたんです。で本人も声をかけられるのを待っていたらしく、たまにいい気持ちでやれた時期ですね。一回だけのライブだったように記憶しています。ちょうどベースの人が切り替わりだったのかな、なんか声をかけていただきまして、私としてもすごく懐かしく楽しい思いでやらせてもらいました。いや特に自分は難しいことはあんまりできないんで、曲選びも私が弾きやすいような曲を選んでいただいたと思ってますし、あとやっぱりどうしても昔自分がやってた曲を中心でやらせていただきました。計画実行の日、それは親殺しの日、ディレイズイツイケイケだったんで、ガッときてバッといけっていう、こうリズムのスピード感とかそういうのが命で、それがなかったらこの手のバンドはみたいな、まあ視野が狭かったといえば狭かったんですけど、じゃなくてそのあたりですね、アフターキリングマムというかもうちょっと後ぐらいからこうフレーズをドラムのアプローチ的にフレーズを生かすにはどうしようという、まあ、うちの場合はギターが曲を持ってきて、それをみんなでいやいややって作っていくときに、じゃあ普通にリズム叩くんじゃなくてこういうことをやったらこのフレーズはこう聞こえるんじゃねえのとか、なんかそんなようなことをちょこちょことやってましたね。だからアルバム通してまともなリズムがほとんどない曲とか普通にドーンタンっていうのがほとんどない曲とか、その辺からちょっと出てきてると思いますね、うん、私の中ではアフターキンマームがターニングポイントなんですけども、まあそれは私の個人史とも重なってるところがあるかとは思うんですけどね。理屈よりもそのなんていうのかな、より歌として、その詩言葉としてもね、前あの谷川俊太郎先生なんてあの雑誌でも言ったけども、そんな感じでこう歌言葉を飛躍させたいなっていうような気持ちで作るようになってるので、趣旨ありきではないんですけど、なくなってきてると思うんですね。答えに尋ねる世界技、どこで身につけ覚えたか。
恨みつらみを目に詰め酒に溶かしてナンパのね取り戻せ取り戻せ I'll talk to the moon 天国が伸びちゃらない I'll talk to the moon 何度もでも笑おう私が締めた愛情を一人くの重さに変えてナイフで刺して測りにかけてヘイブあたらポケモノさあ取り戻せ取り戻せ力はあと扱ってもさあ取り戻せ取り戻せそれは俺の分だもあったんですけれども、イケアンが脱退した後で、まあ、同じスタジオを使ってジュラシックといたもんですから、まあ、その辺の縁で、まあ、ちょっとヘルプで手伝ってくれないかみたいな話がありまして、で、まあ、リハーサルやって、ロケツイベントだったと思うんですけれども、それで、まあ、もう十数年ぶりに彼らと一緒に旅をして、うん、プレイしたっていうものすごい懐かしい思い出ですね。池田がどういう理由で辞めたのかは思い出せないのですけれども、またベーシストが不在になりまして、でそこで、ドゥームの今亡きモルタコーとかをスタジオに呼んで、加わってもらうほどではないけれど、こうなんか一緒にプレーしたりしたいなというようなことで誘ってたりしたんです。で当時そのスタジオの店員だった安則がそれをそっと窓のスタジオの窓から覗いてまして、で森田君が帰った後に、自分がやりたいようなことを言ってきたんですね。もともと僕がスタジオペンタの五反田店っていうところで働いておりまして、まあ、そこで毎週月曜日、それと金曜日にこういらっしゃってたのがジュラシックジェイドさんで、でこうお話の中で、今ベースの方、まあ毎週こう見てて、あ、別の方はいらっしゃらないなとは思ってはいたんですけれども、話していく中で少しこう興味が自分の中でも湧き出てきて、で、加入に至るというところですね。はい、僕が入れるバンドなのかというのは思ってましたし、実際レコーディングのああいうしっかりしたレコーディングっていうのも自分の中でやったことなかったですし、曲作りの中でも僕ができることっていうのは一生懸命一音一音入れることかなしかなかったっていうのが当時のイメージですね。はい、印象です。
とにかく凄まじいとしか言われない。生、生の音楽っていうか、まあそれメタルとかロックとか関係なしに、本当正直にやっですか、まあ、よく書くんですけど、腹綿から音楽を出してるっていう、で骨命削って音楽をやってるっていうのがもうダイレクトに伝わってくるっていうんですかね。もう一番最初に見た時からそう思ってたんです。すごいこう生々しいバンド、もう歌詞もそうだし音楽もそうだし、なんかこう甘っちょろいこと歌ってないじゃないですか。もう中身のないラブソングって絶対歌ってないし、なんて言うんだろうな、もう本当普通の人だったらこう目を背けたりこう隠したりするようなとこも全てさらけ出して歌ってるし、それをずっと続けてるわけじゃないですか。もう精神的なことも音楽的なことも全てなんかもう最初に見た、自分がこう最初に見た時からですけど、ずっとシーンは変わってないし、もういつも言ってるんですけど、ジュラシック・ジェイドってこう音ってもうどっかを切ったらこう血がダラーっと流れてくるような、そんな昔から自分にとってはロックですね。根本的にすごく変わらない部分っていうのがあの根っことしてあるなっていうのがあの感じましたね。でそれは具体的に何かっていうと、そのいい作品を作る、いいパフォーマンスをするっていう上で、あのものすごくこう厳しいハードルをあの自分たちに課している部分ですね。それはきっとあのそういうふうにしないと、なんていうんですかね、こうものを作る上では本当の喜びっていうのがそこを超えていかないと、こうやっぱり感じえないからっていうのを知ってるからだと思うんですよね。その到達感だとか喜びだとか、そういったものを見据えてそこに向かってこう表現行為をしているっていう、とてもこう厳しいフィルタリングを課して、そのなおかついいものを作ろうとしているという、そこですね。ツアーを昔あの87年ですよ、自分たちがインフィニットペインのデモを出した時なんですけども、それでずっと東北方面にねツアーをした時に、その経緯はちょっと覚えてないんですけども、最後に札幌であのジュラシックと合流したんですね。で札幌のメッセホールってところでライブをやったんですけども、確かライブの前の日だったんですけども、飯食いに行くかということになって、でみんなで居酒屋に行って、でもちろんジュラシックの長谷ちゃんと泉ちゃんと他面々がいて、で魚を頼んですねホッケかなんかで、自分がこう食べ出したらば、その誰だったかな、多分長谷ちゃんかな、まるで父親のようにですね、羽鳥、お前魚の食い方も知らねえのかよって言われまして、骨はこう取るんだよみたいなこと言われて、で全部ね骨をこう、ね、取ってもらってね、はい召し上がれみたいな感じでねやってもらった記憶があるんですよ。それ僕たち20歳ぐらいの時、名古屋今池芸音劇場っていうところがありまして、そこであのみんなレンタルホールみたいなところで借りてこうライブとかやってたんですけど、すごく印象的だったのがライブ終わった後に、ひずみさんが、こうほうきとちりとりを持って会場をこう一生懸命掃除してるんですね。ああいい人だな、すごい人だなと思ったんですけど、それから、だいぶ経っても、それこそ、まあ17、18年経った後に、筑波で一緒にこうライブをやるチャンスがあったんですけども、筑波でライブやった後に会場で打ち上げを、やったんですけど、ひずみさんが俺の横に座って、まあ、あのピンクレディが俺好きだって話をしたんですね。そしたらひずみさんが一緒に歌え一緒に歌えってしつこいんですよ。もう歌うまで、あの歌って振り付けこう UFO みたいなこういうのをやるまで、もうタンちゃんやれよでやれよみたいな、あのそういうお茶目な一面も、真面目な一面とお茶目な、一面がある、ひずみさんがすごい好きです。でその後ね、同時期にね、銭湯も行ったんですよ。風呂入ろうっつって、でその時は確実にね、長谷が、あの長谷ちゃんだったんですけども、隣に座ったのが、体洗う時に2人でこう隣に座って、で僕が石鹸とタオルをこう手に取ってね、こういうふうにゴシゴシこうやってこう泡を立てたんですね。そしたらハズちゃんがそれを見て、羽鳥お前泡の立て方も知らねえのかよ
って言われましてで膝にタオルを置いて石鹸をこうやってこすって泡立てるんだとかって言われて、あ、そうっすか、ありがとうございます先輩みたいな感じで指導を受けたのはね、すごい印象のことですよ。でもう本当この人たちをいろいろ教わったなと、あの音楽的なことよりかそういうプライベートなことでいろいろとお世話になったなっていう感じがしてね。今までのその自分の中でのその次頑張れればよかったかなとは思ってるんですけれども、あの時やれる精一杯の自分のものを出し切ったつもりではありますね。で今も僕やっぱりジュラシックジェイド聞くんですけど、やっぱりワンダフルモーメントが一番聞いてると思います。はい何がっていうのはないんですけど、多分あそこが集大成、僕の中での形だったと思いますね。はい、1997年香港返還の時に作りました、中国語で香港シャンガンガール。圧縮の鬼が玉の腹に刺さった、トゲを抜きという、なぜばいいなに茨の花を摘んだ、プリトリスに重なる女に起こして、カリスマと呼ばせろ。瞬間ガール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 。Preacher, preacher, every prophet need a preacher. Put up a lot of most of the most of the simple question that we live in. Preacher, preacher, send it up. Need a preacher, put up a lot of sugar, golden, so
own lullabies. And they live. Same oppression. Every man here. Teach our preacher. Every blast. Need to be preachers. For the blast. I'm gonna let us get in there. Same oppression. Every man. Teach our preachers. And it's us. Need to be preachers. For the blast. This is my song! Oh!
たベーシストに去られてしまいまして、途方に暮れたところを、なかなか見つからなかったんですけども、大賀寺内くんに誰か面白いベーシストいないかな、都内在住ではないけれど指で弾く面白いベーシストがいるよというような紹介で、彼とコンタクトを取りました。彼は名前は聞いたことあるけど多分音は聞いたことがなかったと後で聞いたように記憶しています。ぶっちゃけて言うと名前しか知らないバンドだったので、どんなバンドかなと思ったら CD が送られてきて、で、とりあえず一回スタジオ入ってみようってことで、でスタジオ入ってそのまま今に至るっていう感じですね。だんだんやってるうちに自分で自由にやっていいってことなんで、全く自分で色付けができるであればそれはそれで面白いかなと思ってます。ジョージ頑張って。抑えました。はあのアフターキリングマムに入ってるあのこの橋を渡れっていう曲があるんですけども、あの曲をそのボーカルが2人いてこう掛け合いみたいなサビのところをですねいう風にしたいんだけどっていう、メンバーからのアイディアがあって、でちょっとやってくれないっていう風に言われて、スタジオで最初それをやったんですけれども、これなんか
レコーディングし直したりするのかな、歌を取り直したりするのかなと思ってたら、じゃあ次のロフトで出てきてやってもらえるって言われて、すごく慌てた方があるんですけども、後半にやってる初期の曲のメドレーで、まあ、その携帯を引き継いでというかやらせてもらうようになりましたね。で、すごく貴重な経験をさせてもらったというか、すごいいい経験をさせてもらったと思ってます。Thank you.
私が飛行機が大嫌いなので、実は海外からたくさんこうお招きいただいたり、最近は皆さんオファーとかね、かっこよくおっしゃるけど、なんだけど飛行機が嫌いなんで、一度も海外経験なかったんですけど、韓国は行きましたね。もともと行ってみたかったんですね、中国とか韓国には。なので本当に招待されてすごく嬉しかったし、最初の時には特に地元の呼んでくださった方もとても有名なブラックシンドロームさん社長さんでもあるんですけども、地元の行政も関わっていて、テグ市で開かれた野外音楽堂みたいなところのフリーコンサートだったので、何しろ本当に楽しくって、見に来てくださる方もなんていうのかな、ラウドミュージックだけが好きっていうわけではない、で親子連れの方とかもたくさんいらして、この人たちの前でやっちゃっていいのかしらと思ったけども、本当にそれでも皆さん熱心にこう見てくださったりしたので、しかも、昼間からずっとやってる、楽しかったです。めちゃめちゃ嬉しかったですね。釜山行きに乗ります。おお。釜山行き、はい、札束来た、これ札束来た、札束、おお。こんな感じで、はい、着きましたよお前たち。ありがとうございます。ホテルアミーゴに着きました。ポンテギを食べます。魚だった気分だよね。サナギ、サナギです。言っとけ。ジョージどう、ジョージゲロハギ行った、ジョージ、タゲイットオニオマシン、久しぶりにこんなまずいものを。演奏をしに海外に行くっていうのは初めてだったので、どんな反応を得られるのか、しかも CD リリースしてない国なので、どうなるのかなと思ったんですけど、思ったより客層が若くて面白かったですね。70とか80ぐらいのおじいちゃんとかが、孫とか連れて見に来てて、もうバンドが出てくるともうそのおじいちゃんおばあちゃんがみんなでイエーイとかやってるんですよ。子供の手こんななってあげたりとかして、ああいいなーって、なんか純粋に音楽を楽しんでてくれてるな。俺らがやってる時もそんな感じで盛り上がってくれて、なんかちょっと心温まるライブでした。ハヤはドラム台が高かったので、非常に緊張したって話してましたね。で地元のバンドの子たちが、道路工事のようなドラムだって話してたのを記憶しています。ドカドカするのがなんかそう聞こえたらしいですね。そもそもはジョージさんがお茶の水の店舗の方に、フライヤーを持ち込まれていて、まあ、その時に対応したスタッフがジュラシックジェイドのファンであったというところで、ではたまたまなんですけども、まあ、自分の方もそのレーベルを立ち上げたばかりの時でして、
第2弾第3弾をリリースしていこうかという時に、まあそのジュラシック・ジェイドは自分の中ではまあかなりこう、思い入れのあるアーティストというか、まあ、すごい、一ファンでこの会社に入る前から、そのバンドを聴いて追っていたバンドだったもんですから、まあ、そういったお話がさせてもらうということで、まあ、非常にありがたく思いつつその話を振らせてもらってその黒い果実のリリースにつながっています。昔の曲とかもあのライブの最後にメドレーでちょこっとやってたりとかそういうのはあったんですけど、やっぱりあの今やっている曲とかがメインであって、5人時代の曲っていうのはやっぱりほとんどやってなかったじゃないですか。そういった中であの勝手に自分でお好みテープというテープ、まあ、CD なんですけど、あのヒストリーみたいなのを作ったんですよね。まあよくあのディスコグラフィー版みたいなのあるじゃないですか。そういったようなノリで作って、その時に結構曲順とかも自分の中ではこだわったりして、その CD を長谷川さんに渡して、そしたらあのなんか昔の自分にもなんか自信が持てるよみたいなことを言われて、あのすごい喜んでいただけたのかな。なんかどうもなんかそれがやっぱきっかけになったらしくて、昔の音源を見直す、自分の過去の歴史を今改めて自信を持って世に出す、まあ、そういったような心構えというかこう後押しのきっかけになったよって後から言われて、なんかファン冥利に尽きるじゃないですけど、なんかちょっといいことしたのかなっていうふうには思いましたけどね。それまではその過去の作品っていうのは自分たちの中でこう抱きすべきものっていうんですか、乗り越えるためにあんなものはと思い込む、なんていうんですか、材料として過去の作品があるんですね。でそれを改めて、面白いことをやっていたんだなと再認識させてもらえたいい機会だったんです。で過去捨ててやり続けてきましたけど、ここで、その自分たちの良さの再認識みたいなこともできたように思いました。いやもう5年も前の話なのかね。ですね。月日は二人のこのごとく。もう遡って言うと何でしょうね。トラブルはありましたけどね。あのジャンプした拍子にストラップが切れて、実は演奏がその間できなくてネックが折れなかっただけ、ね、それはそうあのジュラシックゼットやってた時はこう天井にギター回してぶつけちゃってネック折っちゃったりとか、いろいろトランスミッターぶっ飛んでったりとかやって、レイちゃんもね相変わらず一発目に音が出ないってそう静音さんに言われたけどステージ前は出てたのにステージにやる時になるといきなりビボボ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 ボって音が出ない。僕は昔の曲をもっとやった方がいいと思います。まあ自分がもしファンだったら、あの曲も聴きたい、この曲も聴きたい。持ち時間はね、30分40分しかないですけど、だから昔の曲をもう全くやらないとか、そういうふうにはならないと思うし、昔の曲をやるに当たってはなるべく忠実になるように心を分けてますね。かつての盟友だったカスバを口説き落として、一日でもやれよっていうような形で呼び出してやってもらいました。実は過去のバンドが戻ってきて、こうなんていうんですか、夏メロ的にやるのはあまり好きなことでは自分の中ではないのですけれど、彼らには特別の思いがありまして、やっぱりあの世代の第一世代の大事なバンドだったものですから、特に力を入れて、ハヤにヘルプもさせて、数曲カスバで叩いてますけど、そこまでやってもやってもらいたかったっていうのことが実って嬉しく思っています。とりあえずその昔のメンバーみんな集めて一緒に演奏ができるかっていうところが始まって、その時まあ特にドラムがもう野水がもう当時ドラム全然叩けなかったんで、叩けないよってこと言われて、でもまあせっかくの記念のね、CD も出してもらったしライブをやらんわけにはいかんと、ジュラシックのメンバーもね、誘ってもらえてるんだしね、ということでまあ無理やり
やつを引っ張ってきてリハーサルやったんですけど、やっぱり本人曰くもう2曲ぐらいしか叩けないと。じゃあ他は誰がドラム叩くんだってことになった時に、ジュラシックの葉山がね、俺 やるよっていうふうに言ってくれたんでね、その行為をまあ買って、彼らの地元のスタジオに他のメンバーと一緒に行って、でリハーサルを始めて、そうですね、結構やりましたね、練習ね。でまあ彼は現役のドラマーだったんでね、全然もう苦なく、まあ、その辺うまく合わせられて、でまあライブ当日もあたかもメンバーの一人だったかのように叩いてくれましたんでね。そうですね、あれは本当にもう感謝の気持ちいっぱいです、あの時の葉山にはね。私たちは5人編成のバンドでした。ものすごく情熱的で激しくぶつかり合っていい表現をしていたと思います。大事な話してるから、はい、しましょう。彼らが我々のバンドを去っていた時、私は憎しみの感情さえ持ってしまいました。そのくらい彼らが偉大で大切な存在だということが今よくわかります。そして今日もう一度同じ舞台に立てることをとても誇りに思っています。オンベース村井隆礼。プリージャーもライブをやりながら曲を作っていって、レコーディングのスケジュールがもう決まっている状態だったんですが、葉山さんの腕が動かなくなってしまって、でレコーディングを伸ばすか代わりの人を入れるかっていう話し合いがあって悩みましたね。そして早にとっては嫌な決断をしてしまいましたね。自分の中でもまだ落ち着かないままある記憶ですね。それでも次へのためにいつも次を考えないって言いながら、次は早でやるんだっていう思いを初めて知ったアルバム、早でなければならないと思って再確認したアルバムだったと思います。なってしまったものはしょうがないことなので、なんていうか、もうしょうがない、直そうと。神経系のことなんで、うじうじしてたら多分治るの遅くないんじゃないかなっていうのと、でまあたまたまもう小野さんが知り合いでいてやってくれるっていうんで、結構小野さんと2人でディスカッションして、ここはこういうのだけど大丈夫みたいな、マテリアルはもうほとんど出来上がってたんで、いやちょっと厳しいって言ったら、じゃあここは書いていい、好きなように やってみたらどうとか、こんな感じで割と普通に案外普通にですね。まあその自作はやっぱり、やっとやれるというか、
うん、やってやるぜこの野郎心底思ったのはもう本当に真似できないんですよ葉山さんのドラムは。はい、もうちょっとまあやっぱり結局そのまあ意識してる部分もまあ出てはいっぱいいると思うんですけど、もう本当自分であの時何ジャック・シュードのあの昔の曲とかも聞いて、なんかあこういうパターン結構よく出てくるなとか、そういうのも自分なりに研究したりしてたんですけども、本当はああいうフィーリングがなかなか出せなくて、もうそれでまあ一回挑戦はしたんですけども、結局まあ最終的には明日自分なりにやるしかないなというふうに落ち着いたというか。やりにくいっていうのはなくて、逆に僕以外の長谷川さんとかはずっと葉山さんとしかやってないわけで、やりづらかったんじゃないかなと思いますけど。特に小野くんも頑張ってくれていいプレーをしてくれたので、すごく順調に進んだと思います。また彼だからこそやりやすかったこともあったように思います。あの癖のあるドラマとは違うので、すんなりやれたようにも思います。そこの音程の動いてるのは構わないんだけど、その細かいやつがなんか音がこう抜けて聞こえるんだけどっていう感じだけど、でも音は動いてた方がよくねえか最後。なんか2回か3回ずつ弾かない？同じ音。あ、わかりました。アンダースターン。あ、わかった。僕の仕事、僕エンジニアとかそのプロデュースみたいなことをやらせてもらうときに、割と事前にこういろんなバンドは音をこう聞かせてもらったり、ちょっとこうやり取りをしたり、それこそライブを見たりとかっていうちょっと下準備みたいなことがあったりすることが多いんですけれども、ジュラシックジェードに関してはあの事前のそれが全くやり取りがないんだけれども、じゃあいつからレコーディング、じゃあそろそろやりたいんでって話から始まって、実際その来て初日取り出してほんの 数時間とか数、まあ1日2日の間になんかちゃんとこうちょっとしたその会話のやり取りでこう固まるっていうのがなんかちょっと不思議な感じではありますね。もしかしたら僕がそれぐらい好きなのかも、好きなだけなのかもしれないんですけど、はい。今これが入ってますね。もう一つ。
これだと綺麗ですね。違うんだ、プライスフライドソリソスリサイスリサイ、あ、いらない、いらない顔スリサイスリサイサクレイ、サクレイ、サクレイ、モンスターサクレイパラダイス、パラダイス、モンスターサクレイパラダイス、モンスターサクレイパラダイス。やっぱりあのライブあの曲で始まるっていうのは絶対みんなにすごい強い印象は残るだろうなと思ったんで緊張はしましたけど、すごく光栄なことで、はい、もう本当そうですね、あんだけやっぱりまあプレッシャーは感じたライブもほとんどないですけども、でもそれ以上にいや本当ああいう機会を与えてくれたことはもう本当に嬉しくてですね、はい、すごく楽しめたライブでした。
Hello, nice to see you. Nice to meet you. あ、日本に来た時に出て、俺はいい。だ、それどこじゃなかった。本当に台風ひどかった。あ、準備してる時なんかうーなってね。始発で相模原戻ったんですけど、もう傘をさせたら折れるから傘させないんですね。ああ、ビショビショだ。最高の気分でした。転びればいい。韓国で一番有名なホテルです。部屋も広々、快適ですね。快適です、うん、アクアクララ付きです。全室アクアクララ付きです。セキュリティもバッチリでしょ。セキュリティもバッチリで、今日あの朝別府くんが勝手に入ってきましたまあそんな感じで葉山さんは片玉を出しながら寝てる中、散策しに行こうと思います。はい、さよなら。さよなら。これはジョージさんの昼飯です。沸騰してます。ラーメン、エンダジョージの食いしん坊万歳。今日はね、韓国に来てますからね、すぐ屋台の裏っぽいところで頼んだんですけど、ラーメンですね。普通のインスタントラーメン、うん、限りなく麺がインスタントっぽいですね。一生懸命おばちゃんが作ってくれました。まずスープからいってみましょう。続々来るね。あ、熱い。あいつも悲しそうな顔なんですよ。あ、こういうのを作るのはまあ常識というか、こういう文化であるので。First time I shout, let's stop that music, is okay? 特別メタルファンな感じではなかったんですよ、お客さんが。で、そういう層に聞いてもらえて嬉しかったです。そうですね、普通に聞いてるんだと思います。で、面白がってもくれてました。辛いものとお酒と交互に絨毯爆撃食らいまして、いろんな方にもう覚えてないですね。で、確かあの時葉山さんと一緒の部屋だったんですけど、もう葉山さんより先に部屋で激震して、ベッドだか布団だかを占領したっていうんで後から怒られまして、もういろんな人に怒られましたね。12時半を回って縁も竹縄となっております。深谷の市は本当に激戦しております。
さん明日早いから今日寝ないんだって言ってた。誰だよ。ダメ、ヘタレ豚野郎。曲ができたらどんどんライブでやっちゃうっていう感じだったので、もうちょっと出し惜しみした方がいいんじゃないかなと思って、とりあえず新曲はやらないで曲は作り続けて、でポンと出そうっていうアイディアを提案しました。本当に苦しかったです。一曲仕上げてはライブにかけてで手直ししていくっていうのはもう自分の中の長い間の流儀だったもんですから、それをやれないことの苦しさだったら、なかったですね。ただ曲を作るだけの苦しさではない苦しさを味わいました。制作時の最も苦しい思い出です。
PV は、まあ、また PV もバンド始まって初めてってことだったんですけど、僕も PV 初めてで、うん、あんまりなライブ映像以外はないわけじゃないですか。だから客観的に見てみて、ああ俺太ったなって思いました。緊張しました。 どうしていいのかまるで分からなかったですね。言われるままにやったように思います。でも上がってきたら面白いままできていたので、ですし YouTube にも上がっていて、あれは楽しいですね。違うテンポにして撮った時のシーンとか、おいおい急にこのテンポでやんの俺大変じゃんこれみたいな。あとはなんだろうな、まあ、楽しかったんですよね、やったことないから。うん、楽しかったのと思いのほか時間がかかるものなんだないつもなんかこうレコーディングと同じように最後のところでこうちょっと漫画でいうとこう電球がふっと灯るような思いつきが浮かんでくるので、空から降ってくるので、それでやってみたかなと。あのできた作品とかね、楽曲をねすごく説明しちゃう人がいるじゃないですか。あれ私つまんないんで、つまんないと思ってるので、まあでもイメージとしては兄弟殺しかな、 BB の中の。考え深いんですよね。キングさんから再発ということで、再発のお話をいただいた時は嬉しかったんです、正直言って。二十何年経って過去の作品が、メジャーさんの流通で流れるなんて、もう夢のような話ですね。でも自分の中や、歪みの中では一抹の不安があったんです。でなぜかというと、かつてビクターさんからリリースされた時に歌詞については厳しいチェックが入った記憶があったんです。でその時は歌詞カードを載せないということでクリアしたんですけれども、今度はもっと難しい問題になってしまいました。なぜ音楽についてだけこんなに厳しいのかよく分かりません。でも、誇りでもあります。そこには、誰かを貶めたり誰かを傷つけるために吐かれている言葉は実はないからです。多分それをうまく読み取れない人にとっては、殺伐とした嫌な気持ちの悪い言葉が羅列されているかと思いますが、それは読み取れてないからだと思います。そして読み取っていただければ、これはものすごいエールになる言葉が吐かれていると思って、でそれが、今回再リリースになったことを誇りに思います。結果こう言っていいのかどうか分かんないですが、あの時出なくてもしかしたらよかったのかなって、いろんな意味でね、うん、やっぱりこう表現者としてなんていうんですかね、こう曲げたらいけないとこってあるじゃないですか。そこをなんかこう曲げないで、うん、っていうのがやっぱりあったんでっていうかあると思うんで、うん、そこを曲げないでやっぱりあそこの時点で出さないのはもしかしたら正解だったのかなっていうのは、うん、あのライブを見ててもあの後のこうメンバーさんのコメントなりとか聞いててもそうは思いましたね。私の歌はダメらしいよ。そう、私に残された手段は歌い続けることだけなんだよ。ロックの神様が荷物背負ってまた前へ詰めってさ、クソみたいな貧乏バンドだけどまだまだ歌ってさ、クソったれな、クソったれなヒーローズ、レッツゴーヒーローズ。We'll be right back.
あとパフォーマンスした部分ではひずみさんの動きっていうんですかね、舞うようなっていうか、舞踏にも通じるような、せっかくそこに音があり空間があるのであればなんか したくなっちゃったっていうかな、やろうと思ってやり始めたんじゃないんですけど、なんかしようと思った時に私の下地の中に舞踏を結構見てたから、あんな風にやれたらいいなと思ったのが今につながってると思いますね。あとまあ服装的にも舞踏っぽいような、まあ、いわゆるロックロックな服装じゃないと思います。それもびっくりしたっていうのがありますね。この前のアディクト WX 1月のチッタの時にライブの前に楽屋に行ったんですよね。ちょうどひずみさんが来た頃でこれから着替えるよっていう時に、カバンの中から服をゴソゴソと出して、まあゴソゴソっていうのもあれですけど、出して、それがすごいいっぱいあったんですね。わ、どんだけ出てくるんだと。でそれが本当にもう自分の衣装ケース1個分持ってきたんじゃないかっていうぐらいあって、いつもこんなに持ってくるんですかって聞いたら、いつもたくさん持ってきて、その中からその時の気分で何ていうんですかね、組み合わせバリエーションを変えて、この上にこれを羽織ってとか、そういうのをその時のインスピレーションで考え決めるんだよっていうふうに言われて、
ああそうだったんだと思って、世界中の富と栄光が地球の片側だけに偏ってしまった麻痺の歌です。その不公平を解放せよ、ヘメプリージャー。Rock boy.
だけでも先にやれててよかったと思っています。それでおおむね曲はできました。歌も今かなりいい言葉が乗ってどんどん形になっています。手応えがあります。楽曲コンポーズする人はだいぶ変わった、あのノブさんの作り方が変わってきたかなっていうのは思うんですけども、私自身はですね、ものすごく自分の中でこう違う取り組みができてる、あの平易な言葉で単純な言葉で普遍的なところに行きたいなっていう、明らかにそういうふうに視点が変わってきてるんだけど、割と自覚ないんですけれども、伝わりやすいようにしたい思いが強くなってるんです。あの作品を作る時にもすごく自分の美意識にフェチなんです。ちょっとおかしいぐらい、多分、メンバーにも分かってもらえないぐらい、変にこだわってるんです。それでも最終的には誰かに聞いてもらいたくて、誰かに伝えたくてやってるもんですからっていう自覚が、強く芽生えて、そうですね、ですから伝わりやすさということにちょっとシフトしたんだと思います。でいながら、しかし何かこう一つのフックっていうんですか、ひとひねりしなくてはいられない自分がいるというところのバランスを多分取ってるんだと思います。まあ、よくベーシストは縁の下の力持ちとか、まあ、そういうキレンジャー的な扱いを受けるんですけど、僕はちょっとそういうの嫌で、俺はもうちょっと主張したいんで、だから前よりも聞きやすい、聞き取りやすい音になったし、まあ、その分自分のあらっていうのももう丸出しだし、うん、だんだん裸に近づいてる感じですね。例えば3部作今回最後なんだけれども、この3部作の最後は何でしょう、僕の中では初めて見たジュラシック・ジェイドを、もう一回やりたかった、聞いてみたかったんですよ。初めて僕が10代の頃に聞いてびっくりしてすごいと思ってから、もう二十数年すごいと思い続けてた、そのジュラシック・ジェイドの初めて聞いた時のすごさっていうか、その時に聞いた、何て言うんでしょうね、僕が聞いた時の記憶っていうか、記憶の中のかっこよさっていうのかな、ちょっとうまい言葉が見つからないんだけど、そういうのをもう一回今ここで
みんなに聞いてもらいたいなと思って、作ったんですね。曲作りを特化することでその自分のギタリストとしての点数の低さをカバーすることができるのではないかという思いは常にあるんです。つまり曲の中でギターソロがあることが本当に必要なのかどうかはとっても疑問に思っているし、それからそれをに値する代わりのもの、代わりの部分があるのではないかと思ってるんです。と言いながらも、次の作品では、やることになりそうな気配です。全力で取り組むことは取り組んでるんで、そこに嘘はないですからね、うん、すり減らして頑張ってやってますってところが一緒だから、はい、ものすごいぶっちゃけたことを言うと、俺らがどんな曲をやってもひずみさんがそこにいて歌ってたら多分ジュラシックジェイドになっちゃうと思います。でもだからってこうね、勝手なことやってるわけじゃなくて、ひずみさんを突き動かす音を作らないとならないわけで、もうね、私も長いことやってるんでいい加減そろそろ終わりにしたいんですけど、だから代わりに誰か歌えそうな人を募集しています。私と一緒に舞台に立って遜色なければ、まあたまには代わってもらってもいいかなとか思ってるんですけど、それは私にだけの考えなので、リーダーは認めないかもしれませんけど、そうだから本当に全然誰か代わりに歌ってみたいな気持ちではいるんですよ。歌っていいよっていう、裏を返すと歌えるもんなら歌ってみなさいかしら。